諸君の使者よ、遠路はるばるご苦労であった。孫賢様におかれましてはますますご精鋭のことお喜び申し上げます。我が君は今後も孫賢様とは変わらぬ友誼を交わしたいとお望みです。ありがたいことだ。龍禅殿によろしく伝えてくれ。して龍禅殿は我らに何をお望みか。はっ、この度我ら諸君は北伐を行うこととなりました。義を攻め奪われた漢の領土を奪還します。孫後の皆様にはこれに呼応し合肥を攻めていただきたいのです。合肥か。かつて五色が手を携え東西から葬儀を攻め、その時の戦場も合肥であった。我ら孫後はかの地で手痛い敗北を喫した。あの時の危機を思うとやすやすとは動けんな。ところで使者殿、帰国には選手の妻孫昌公なる者がいるはずだ。元気にしているだろうか。は、遅くさいであられます。そうか、ならばよい。帰国の要望は分かった。龍禅殿に伝えてほしい。我らは命を守り義を攻めようと。皆聞いての通りだ。我らは蜀の北伐に呼応し義を攻める。殿、葬儀は合肥の地に新しく城を築き、こちらに圧力を加えています。この新城を攻め落とし義の領内への進行路を確保するのがいいでしょう。よし、ニクソンの提案を採用する。ですが葬儀の合肥新城はこういう時のために築かれてるんでしょ。そう簡単に落とせるもんでしょうかね。落とせずとも良いのに。え、孫賢殿は何を言い出すのです。いや、すまない。義の力を削ぐだけでも孫後の守りに資する、そう言いたかったのだ。そういうことですか。安心しました。なら俺は御帝の臣として働くまでです。義を倒し天下を取る。腕が鳴るな、集大。おう。孫賢様、合肥新城を守る満朝は守勢に長けた将ですが、我らは負けるわけにはいきません。この戦に勝ち孫後の天下を押し広げるのです。その通りだ、リクソン。俺の心は今激しく燃え盛っている。烈火のごとくだ。おい帝王、俺のセリフを取るな。どこかで見たやりとりだな。そういや関東殿や郊外殿がそんなやりとりをしてたっけ。先達は去り、今戦場に立つのは俺たちだ。せめて笑われないよう戦わないとな。ただコツだけだ。うん、そうだな。勝って皆で帰るとしよう。孫賢様、一つ伺ってもよろしいでしょうか。なんだ、弁士。合肥新城を落とせずともよいと孫賢様はそうおっしゃいましたね。一体どのような意味なのでしょうか。殿、実は私も気になっていました。義を倒すには合肥新城の攻略は避けて通れません。まさかいずれまた義と組んで職を責めるとか。いや、すまない。皆に不安な思いをさせたな。私はただ考えていただけなのだ。これから先孫後がどうあるべきか、戦を重ね天下を目指すのが
あるべき姿なのか。食徒の命を守り、義都の均衡を保つ。三国定律の下での共存、そうした道もあるのではないかと考えている。三国での共存ですか。私は父上から孫悟という家を受け継ぎ、兄上から天下という夢を託された。それから無我夢中でかけてきたのだ。今巨神になって思うのはただ一つ、孫悟というかけがえのない家を守る。それが私にとっての天命だ。殿、そのために今は合肥新城を攻める。たとえ城を落とせずとも、孫悟へと向く義の力を削ぐことはできよう。結果として孫悟を守れればいい、そうお考えなのですね。そうだ、孫悟を守ることが皆の思いと命とに報いる道だと信じる。これまで本心を語らずすまなかった。それでも私についてきてくれるか、我が家族たちよ。そんな風に言われちゃ何も言えませんって。今さらの頼みです、殿。俺たちは御帝の臣、何なりと命令してください。殿の道は俺が切り開きます。鋭き矛のごとく、そして固き盾のごとく、全力で殿の志を支えましょう。私も共に戦います。いつまでもどこまでも。殿、この陸白玄、これからも身命を賭してお仕えします。いいな、ありがとう。ですが戦う以上、私は勝利、天下に向かって進みます。よろしいでしょうか。ああ、リクソン、それもまた孫悟の皆のためとなろう。思う存分やってくれ。では合肥新城を落とすため持てる全てを尽くします。父上、兄上、私は自分の道を行きます。どうか見守っていてください。孫悟の行く末を。孫権様、どうか皆に号令をお願いいたします。行くぞ、合肥新城の葬儀を攻め、孫悟の未来を切り開く。合肥が孫悟のものとなれば、当分義は攻めてこられぬはず。愛しき孫悟の地を守るため、必ずやかの城を攻め落とさん。私も見習わなければ。よっ。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。この村は俺ら義軍が占領した。さあ食料を出せ。逆らえば容赦しねえぞ。何するの。大事な村の蓄えを。信じておりました。高潔な志に目覚ましい武勇、感動しました。どうかこれを受け取ってください。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。お前結構やるな。その調子で行けよ。
五軍の公兵です。ここに潜伏して情報を集めています。ここは各地へ増援を送るための駐屯地ゆえに、事前に妨害しておきたいのです。弊社の鍵があれば騒ぎを起こせます。お願いできますか。義軍の見張りに見つかってはおしまいです。見張りの少ない夜が狙い目ですよ。ありがとうございます。こいつがあれば弊社で騒動を起こせます。これで義軍は援軍を出せなくなりますよ。まあ任せておいてください。任務達成の喜び、雲上を歩むがごときよ。ここはそれがしが制した。
な情報を得た。急ぎ合皮新城攻略中の仲間に伝えねば。周辺の情報を運んでおりました。敵将討ち取った。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。決戦に備え援軍の準備を進めております。その仕上げのため石庭へ向かわねば。何卒護衛をお願いいたします。
ばせるものか。石庭へは行かせるぞ。こんなところで邪魔が入るとは。石庭へ向かわねばならねばね。避けられるか。敵将討ち取った。いつもながらお見事な武勇と策の出番もありませんな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。己格を取った。おかげで無事たどり着けました。これで援軍の準備を整えられます。よっ、花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。ここには誰も来ないと思っていました。招かれざる客なのか残念ですけど。ここには誰も来ないと思っていました。招かれざる客なのか残念ですけど。もちろんできる。味方が強行しています。樹脂に援軍を要請します。樹脂の兵舎で暴動が発生。援軍を編成できない模様です。暴動なんて援軍自体です。はい、そうです。敗走しました。なんて報告できません。避けられるか。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。何をこそこそ動き回っている。この俺が
片付けてくれよ。しまった、見つかったか。邪魔はさせん。なかなかやりおるな。弓兵部隊構え、いかけよ。よし、ここで防御体勢を取るのだ。目障りなことは潰しちまうや。お前ら出てこい。俺しくじったか。この怪しげな動き止められない。ありがとうございます。おかげで使命を全うできます。我らは合皮新城攻略の準備をしていました。工場兵器を建造していたのです。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。見事だ。その調子で奮戦せよ。敵の足場を崩し、戦意を損。
行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。私たちで要所を抑え、行くぞ。抵抗する者には容赦するな。さて、そろそろ行かなきゃね。敵戦の痛いとこ、どうしましょうか。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。目障りなとこは潰しちまうか。お前ら、ついてこい。今なら落とせると踏んだんだろうけど、この城の防備を甘く見てもらっては困るな。この機を逃してはならぬ。一気に合皮心情を落とすのだ。天命、王院様の勝者部隊戦場に到着。勝者部隊、合皮心情正門前に到着。正門に迫る五軒、家計で一掃しよう。急いで準備を進めてくれ。五軒は兵器も持ち出しておる。あれをついでに焼き払っておきたいものだな。家計部隊が撃破されました。資材が奪われ、家計を実行できません。家計を読まれていた。さて、これはどうしたものか。天命、石庭からの援軍到着しました。知らせを受けて駆けつけた。我ら孫悟の意地を皆で見せつけるぞ。予想はしていたが、これほどの大変とは。こちらの呪神から援軍を呼ぶとしよう。の要所を叩くよ。さあ、参ろうぞ。伝令、呪春の兵舎で暴動発生。援軍の編成は難しいようです。都合よく呪春で暴動か。もう動いてやってくれるね。敵の要所を叩く。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。申し上げます。勝者部隊が正門の破壊に成功しました。少々持ち出せば、さすがに兵器を見せる力は稼げる。目障りなとこは潰しちまうか。ついてこい。さて、そろそろ行かなきゃね。敵さんといないとこ、どうしましょうか。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。私には死
似合いだ。敵将討ち取った。テーホ、お前の意地を見せてもらったぞ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。避けられるか。お前結構やるな。その調子でいけよ。腕が鳴るの。どうにもならん。いいね、その調子で頑張んな。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。よっ。今こそ敵の要所を叩くのだ。参ろうぞ。城内に侵入した敵を一掃しよう。さあ、兵器を起動させてくれ。の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。
この地の攻防は戦局を左右し、私たちで守るぞ。この地を失えば中原は裸も同然、さっさと失うわけにはいかないんだ。敵軍なかなか強いようです。援軍到着まで耐えられるはずが、まさか私の見込みが狂うとは。伝令、孫権様、大変です。北部より魏の大軍が接近中の模様。ここまで来て。だが戦果は十分。今は引くぞ。敵将討ち取った。申し訳ありません。あと一歩、あとほんの一歩だったんです。ですが届きませんでした。この戦いに勝てば孫悟の天下が見えたはずなのですが。リクソン、お前にとって孫悟とは何だ。それは私が生きる国そのものです。ならばお前にとって天下とは。それは私たちは流行りすぎていたのかもしれんな。華北、中原、青龍、覇色、天下のうちとされる地は広いが、その多くについて私たちは語る言葉を持たん。だが高等のことは全て知っている。我らの国孫悟のことを。合肥を奪えれば国は大きくなったろう。だが私はそれよりもこの戦によって孫悟の危機が薄らいだことを良しとしたい。ご帝、この帝とは我ながらよく称したものだ。帰ろう、我らの国へ。兵法ら孫悟の軍は合肥新城の戦いを制した。だが御帝孫権は合肥を奪わず撤退を命じる。彼は孫悟の国が傷つかなかったことを喜んだ。兵法、そして皆が必死に守った孫悟の国、多くの仲間がその愛しき風景を守り散っていった。だから定法は戦い続ける。愛しき仲間たちの思いを胸に秘め、敵はみんなぶちのめしてやろうぜ。愛しき風景ってやつを守るためにな。中は東京を奪わせてなるものか。俺の命に代えても孫悟を守り抜く。
ところだろう。私は父や兄から受け継いだ孫悟を守りたい。力を貸してくれるか。孫悟は皆の思いを乗せて乱世という大河を渡る大きな船、決して誰にも沈めさせぬ。帝将円、この手で